佐竹さんがこのネクストメンバーに会った初対面の感想を教えてほしいです。ロケマサと初めて会ったのいつだろうね。ゼップとかなんですよ、ロケマサと会ったの。ああ、ヒカルくんが音楽やってた時のライブに来てた時に会ったんで、けど別に何も喋ってないし、もうほぼ無。多分ちょっと関わってからは、22だっけ、の割にだいぶ大人だなと思いました。へぇー、相馬さんと初めて会ったの僕覚えてるんですよ。ヒカルくんと何かの時にバズに一緒に行ったんですよ、僕とヒカルくんが。で、相馬さんエレベーター上がったところで一人で待ってて、あれだ、バクちゃんの時だ。エレベーター降りたら相馬さん一人待ってて、なんか、あ、相馬ですみたいな、あ、お願いしますみたいな。懐かしい。僕その時、うわ、相馬さん本物じゃんと思いましたよ。じゃあ佐々木さん、名人と会ったのいつなんですか。確かに名人と初めて会ったのは多分どっかのライブの時に名人迎えに来てたんですよ。飯食べるけど名人来るかって言ったら、いや僕は車の中で待ってますみたいな。あったっすね。なんか覚えてる。しかもその帰り事故ったんですよ、名人。覚えてます、覚えてます。どこのライブですか。いや多分兵庫。あー、あの時か。あー、あったな、その時。確かに事故った時、名人事故ってたわ。だからもうその時とかも名人も一言も喋ってないし、みんなでご飯食べるっていうのに、いや俺は車で待ってるってやばいでしょ。ここのとこね、待ってたんだ。どう考えてもやばいでしょ、そいつ。